皆さん、こんにちは、えー。トフル専門試験や英語塾、主催しています。試験やシナムです。よろしくお願いします。えー、いつもトフルについて、受験生のお役に立つお話をさせていただいております。えー、っと今回はですね、あの試験や英語塾そのものね、本体についてあのお話をさせていただきます。 私ですね、ここ二十数年間、あの、トフルを専門に、あの、教えていましてですね、ま、あの、帰国生から、ビジネスピープルまで、えっと、ま、目的としても、ま、日本の国内のね、大学に進学、あるいは、えっと、外国の、あの、大学院進学とかね、あの、そういう時に、ま、あの、トフルが必要になるわけですけど、え、そのトフルのスコアアップの手伝いをさせてきて、させていただいております。で、あの、その中でね、あの、得られた知見とか、あるいは知識、経験などをもとに、あの、この試験は英語塾で、あの、 えっと、またさらにね、あの指導をさせていただくと、えー、そういう形にしております。で、この試験英語塾はですね、あの基本的な通信講座とオンラインでのこうマンツーマンの指導、えー、これを一つにした形になっています。 あの、通信コースですね。通信講座は、通信講座の方はもうずっとこう進んでいくと。まあ、過去問を使った講座と。えー、これと同時に並行して、あの、マンツーマンで個別の課題を与えて、えっ、ー、と、やり取りをしていくということですね。えっ、ー、と、だからこちらのインタラクションを通して、あの、まあ、全体の把握をしながらね、方向も調整しながら、スピードも、えー、調整しながら、まあ、あの、スコアをアップさせていくという感じになっていますね。 えー、コースのラインアップですけども、あの、大きく二つあります。一つは、過去問を、あの、全体的にね、扱う、10日間完成コースというものです。えー、こちらはですね、まあ、あの、基本は通信講座になってて、えっ、ー、と、トフルのオフィシャルガイド、それからオフィシャルテストのボリューム1、ボリューム2、えっ、ー、と、このあたりから選んでいただきます。で、これが、ま、公式に出ている本なのでね、えー、この過去問を、えっ、ー、と、選んでいただいて、えっ、ー、と、1セット10日間でしっかりこなしていくと。えー、a y 1となったら、Day1 は今度これをやってくださいっていうふうに、こう、指示を与え 書いていきますで、えー、その中で動画でね解説をしているものをお渡ししますその動画の中に実はあの課題が入ってたりするのでえっと特別なね問題以外にね課題が入っていたりするのでそれをまあ、提出いただくという感じですねこっちがあの 通信講座で進める部分ですね。で、もう一つの指導の方では、その人に特有の弱点補強ですね。多くの場合はスピーキングになります。で、お題を差し上げて、その答案を音声でいただく。で、それをまた音声でフィードバックするというのを、これ毎回やっていきますね。毎日ですね <laughs>。やっていきます。で、これを両方進めていく。で、こちらはもう日々インターアクションをしていくので、あの、まあ、あの、なんでやり取りをね、していくので、あのこちらのね、トーク 10日間完成コースの,あの質問とかね、えー、相談など、こちらも、あ,の、えー、とあるいはこちらからあのこの単語分かりましたかとかね、えー、そういうのもやりながらこう進めていくということになります。でえー、とこのの通信講座の方は デイ5がスピーキングセクションで、デイ6とデイ7が、あの、ライティングになりますね。で、この辺は、えっと、やりとりが非常に多いですよね。あの、答案作ってもらって,てあの、フィードバックして、またそれを元にして再提出、またフィードバックの再再提出とかね、えー、いうのがあるので、えっと、ここら辺で多分3日では当然終わらないという感じなんで、ちょっと他をね、ちょっと縮めてもらって10日間にするとか、あの、あの、ものすごい時間がある人はね、あの、6日間ぐらいです。終わることもあります。 し、えっと、もう20日間以上かかる人もいます。これはもう、えっと、特にね、あの、社会人の場合には、あの、時間、あの、スケジュールがね、安定してないことも多いと思うので、あの、それはもう適宜、えっと、調整をしていくということですね。で、そうやって、えっと、全体10日間の講師、ワンセットが終わっていくということですね。 で、あの、こちらの方のね、あの、スピーキングっていうさっきね、あの、言ったんですけども、あの、人によってはね、リスニングっていうね、リスニングのエクストラのマテリアルがあったりとか、あの、まあ、あの、その人のこう、目標とかね、えっと、あの、 到達の目標スコアですね。え、目標スコア、そして現在スコア。で、これ、あの、現在スコアから考えて、目標スコアに最もよく到達、最も早く、最も、うんまあ、あの、短期間で到達するのには、どのような補強をしたらいいのか。え、これが、ま、こちらのラインですね。こっちで、えっと、やっていくということですね。それ全体で、なぜ、あの、10日間完成コースが、え、コンプリートということになります。 で、できればですね、このワンセット、まあ、デイワンからデイテンですね、まあ、テストワンですね。えっと、これが終わっ、まあ、テストワンというのは、あの、リーディングが3本あって、えっと、スピーキングとライティングがあって、また、あの、えっと、リスニングが5本あるというやつですね。で、これが、あの、1回のテストに受けるやつ。これを10日間でやるわけなんですけど、あの、ここで学んだことですね、ここで学んだことを実際にこうできるかどうかっていうことで、もうワンセットね、本当は二 2, 2セット、あの、で、えっと、 完全っていう感じにはなると思います。まあ、あの、えっと、それぞれ、えっと、いろんな事情がね、あの、あるでしょうから、えっと、何セット取るんですかっていうのはもう、あの、お任せということになります。えー、私の方では、えっと、与えられた、もう、状況の中で最善を尽くしていくということですね。 で、もう一つですね、えっと、の、あの、メインとしては、えっと、さっきの過去問ですね。えっと、この、スピーキングとライティングに特化したコースですね。あの、これは多くの方、そういう、あの、多くの方っていうか、高得点の方では、えっと、リーディングとリスニングが多くできますよね。だからもう、すでにこれはいいよ、ということになる。あるいは、少なくとも一人でできるよ、という方のために、こう、スピーキングとライティングだけ、えやっているというコースですね。この場合には、あの、 えっと、さっきの、こう、あの、オフィシャルガイド、またはね、あの、オフィシャルテスト、ボリューム1、ボリューム2の中で、まあ、一つ選んでもらって、えっと、5セット分ね、えっと、スピーキングとライティングの5セット分を、えっと、一つのコースでやるという感じになりますね。これはもちろん、あの、毎回のやりたりということになりますね。もう何回もやりとりをしなきゃいけないこともあるし、えっと、だんだんね、あの、テストが進んでくると、 あの、まだ問題のね、難易にもよるんですけど、あの、まあテ、テスト進んでくると、あの、もしかしたら一発でね、あの、OK っていうこともありますね。あ、もうこれでもう、あの、十分、あの、目標になるスコアは出ますよとか、え、いう感じに、こう、な、なっていくという感じですね。このスピーキング・ライティングのね、特化、コースに関しては、実はですね、裏メニューがあってですね、あの、えっと、スピーキングはまあね、ちょっと十分練習しなきゃいけないんだけど、ライティングは実は、あの、結構できるんですよと。 で、むしろ、あの、リスニングの方がまずいんでっていうような場合には、えっと、スピーキングとリスニングでっていう、あの、ことを、あの、やることもできます。ね。あるいは、あの、ちょっと場合によってはですけどね。あの、いや、もうスピーキングとライティングもういらないんで、みたいな。あんまり一応考えにくいですけど。あの、リーディングとリスニングだけ、えっと、これをまずやると、えー、いうことも、あの、考えてもいいですね。その、その2本で、えっと、5セットいくみたいなね。あの、感じで考えることもできます。要するに、こっちの特化型のコースは、えっと、4つあるね、えっと、なんか から、二つ選んで、えっと、やっていくと。五セット分にあるというような形であの考えていただくといいかな。最も典型的なパターンとして、スピーキング・ライティングの特化型というふうにあのしています。 で、あの、二つとも、あの、相当の分量があるので、あの、ま、その辺はね、あの、一応覚悟しなきゃいけない。ま、当然です。トフルなんでね、なかなかスコア上がらないんでね、あの、その辺の勉強量、ある程度の一定の勉強量は必ず確保していただくということになりますね。で、あの、体験授業なんですけど、これ講座のね、性質上、あの、通信講座とかね、なってしまうので、あの、お試しっていうのがないんですね。えっと、その代わり、このお試しに関しては、あの、えっと、オンラインサロンをあの、用意してます。あるいはこういう動画もあるので、あの、雰囲気はね、 つめてくると思うんですけども、あのオンラインサロンもあの一緒にね。活用していただくといいかなと思います。で、あのオンラインサロンですけど、あの試験や英語塾の方では2つあのオンラインサロンを運営しています。で、1つ目はですね。トフルのオンラインサロンですね。試験や英語塾オンラインサロンということになります。 で、こちらの方ではね、トフルに関して、あの、私が授業みたいなね、動画を上げたりとかですね、あとあの、技法とかね、技術、英単語とかね、構文とか、そういうのを、まあ、場合によっては解釈とかね、英文解釈とか、あの、リスニングの問題とか、いろいろそういうのを上げてですね、あの、学んでいただくという感じになりますね。あるいは、あの、あの、受講生の方からは質問いただいたりとか、あるいは、この、えっと、受験した時にね、あの、こんな出来事があったんだけどとか、あの、そういう感想などをね、あの、フィードバックいただいたりとかしますね。 で、みんなでシェアして、あの、えっと、準備をするという感じになります。で、あの、試験や英語塾の、あの、トフルオンラインサロンに関してね、ちょっと特徴的なのは、あの、一般のオンラインサロンのことはあんまわかんないんですけど、あんまり、あの、ワイワイしてないです。あの、皆さん一人一人で、あの、個人的なね、あの、自分との戦いをする方が多いと思うので、あの、あんまりこう、表面上目立った、あの、動きはないかもしれない。私の方がずっとね、あの、投稿している感じですね。ただですね、これ、表面上何もないんですけど、私の方 方にはですねあの、もう、とってもたくさん DM が来るんですね。メッセージがね。あの、これはどういう、どういうふうに練習すればいいかとかね。そういう感じで来るんで、あの、そちらの方で、非常に見えないところで熱い戦いを皆さん繰り広げてられております。だから、あの、うんと、 オンラインサロンね、あの方でイメージちょっと違うかもしれないですね。だから皆さんでこうワイワイやっていくということよりも自分のためにあのね、えっとこのサロンを使ってあの私とあのえっと1対1でこういろろなやり取りしながらあの積極的に勉強していきたいと自分で勉強していきたいという感じですね。自分のためでもあるけれどもあのなんかこう人も人のつながりが多少あって人の話も情報も聞けるみたいなあの感じであの使っていただければいいかなと思います。 で、もう一つはですね、あの、英会話クラブをやっています。で、これはトフルーとは関係なくですね、あの、単純に純粋に英会話を楽しむ。英会話というか、英語でのやり取りを楽しむというものですね。で、えっと、毎週ですね、あの、えっと、私の方で、まあ、5分ぐらいね、あの、話をして、あの、一つの、こう、うん、トピックというか、問題点のあるトピックですね、えー、について、こう、話をして動画を上げると。で、それに対して、えっと、あの、メンバーの方がね、あの、自分こう思うんだけどとか、あるいはこう、ちょっと調べたんですけど、こうだ、こうですよとかね。あの いろんなことを、こう、えっと、音声で、英語で投稿していくということですね。で、音声で投稿するので、こう、今すぐやんなきゃいけないっていうことじゃなくてね、自分のこう、空いた時間で、あの、やれるので、ちょっと調べながらやれるのでね、あの、ちょっと付加価値多めの、あの、えっと、トークができるんで、あの、勉強量、勉強のクオリティとしても結構高くなるんじゃないかな、えー、と、思います。で、それを、こう、仮に聞かれるというね、前提で、こう、えー、英語を話すということもあってね、あの、割とこう、緊張感もある <laughs> 感じになりますね。非常に のいい練習かなと思いますね。試験英語塾の概要いかがでしたでしょうか あの、授業の様子とか雰囲気っていうのはですねあ、あこういった、あの、ま、ソーシャルメディアですね、YouTube とか Twitter とかブログなどで、えっと、ま、主に日本語で、こう、えっと、お話をさせていただいております。えっと、もう一つ TikTok の方では、あの、英語でね、あの、お話をしております。そっちも、ま、参考にしていただくと、ま、漢字がね、掴みやすいかなと思います。えー、参考にしていただければと思います。えー、皆さんのトフルの突破及び、あの、留学の成功を、あの、応援したいと思ってますので、えっと、お問い合わせなどありましたらね、えっと、こちらの、えっと、塾の方、あの、何なりとお問い合わせ、 くださいでは、えっと、皆さんのトフルのご成功をお祈りしております。